はい、お仕事終了っと。ここいらの山賊狩りもこいつで終わりですかね。しかしあんたも物好きだね、マスター。わざわざ俺に付き合うことはなかったろうに。なんだっつの、やぶから棒に。そりゃもらえるものなら何でも受けと。いや、しっけ、ちょいと予想外だったもんで固まっちまった。バレンタインだっけ。俺もお祭りは好きな方だし、ありがたく受け取らせていただきますよっと。しかしそうなるとこっちも何か返さないとな。我が物好きなマスターの役に立つものといえば、戦いの役には立たないが、まあどこかに売ればロギンにはなるか。ほい、僭越ながらマスター殿の騎士見習いの私から、つまらないものですがどうぞお納めくださいませ。黙ってないですよ、単によそ見してただけ。ちょいとばかり面食らったっつうか。まあ昔似たようなことがあったんだろうさ。なんつうか、せっかくの祝いの日にさ、俺みたいな風来坊を呼び止めて何かをした誰かがさ、っていうかバレンタインならこんな森にしけ込んでる場合じゃないっしょ。さっさとカルデアに戻るとしますか。祭りごとなら派手に楽しまないと損だ。散々バカ騒ぎした後、部屋に戻って祭りの余韻を味わうのが通ってもんだぜ、マスター。そろそろクエストに戻る？いい。